及川光わ及川光ろ、及川光わ1969年10月24日帯は、日本のミュージシャン、シンガーソングライター、俳優、東京都出身、成城大学法学部卒業、業務提携先はホリプロ、2015年までは、マザーエンタープライズに所属、所属レコードレーベルは、カラーファルレコーズ、舞台演劇俳優、 バンド活動を経て、1996年、平成8年に、モラリティで、歌手デビューした。デビュー以来、自らのプロデュースにより、王子と自称していたが、1998年、平成10年8月22日に富士急ハイランドで、行われた、一人のビッグショー98、魔球の聖戦で、王子転職宣言をした。1998年、i z l o v e に出演し、 以降は、俳優としての活動を始める。2011年、平成23年7月27日、女優の男齢と結婚した。2012年、平成24年7月31日、ホリプロとの業務提携を発表する。ドラマ、映画、CM など俳優としての活動は、ホリプロ所属で活動するが、音楽活動及びファンクラブの運営は従来通り。 マザーエンタープライズで所属契約を続ける。2015年平成27年7月6日、マザーエンタープライズとの契約を円満終了したことを発表。以後は俳優活動を含めたマネジメント業務を DG エージェントに委託し、ホリプロと提携していくとしている。2016年平成28年、 第29回日本メガネベストドレッサー賞、芸能界部門、第17回ベストフォーマリスト賞を受賞。2018年、平成30年11月28日、男デートリコン。相性はミッチー。同時に、これを職業とも受賞。長所は理想主義で、短所は完璧主義と、自ら語る。普通。 所属事務所が行うタレントとしてのプロデュースを自らが指針を決めて行うという。また歌手としてはライブのコンセプト、構成、演出、振付など総合プロデューサーとしても手腕を発揮している。ファンを非常に大切にしていることも有名である。ファンレター、メール、コンサート会場で回収されるアンケート用紙などはすべて自ら目を通しているらしい。また、 女性のファンを、ベーベー、男性のファンを、男子と呼ぶ。心の距離を縮めたいため、芸能界の友人知人に対しては、及川自身が、勝手につけたあだ名で呼ぶことが多い。くどか子と、くどか九郎は、初対面の及川にいきなり、か九ちゃんと呼ばれ、今まで、誰からも、か九ちゃんなんて呼ばれたことないし、と戸惑ってしまった胸を話していたことがある。俳優業など、 他の仕事がどんなに多忙でも毎年の全国ツアーは欠かさず、ライブを自らの生き様発表会として非常に大切にしている。客席の前方、中央、後方、2階、3階などのパートに分けて、それぞれの場所の観客に向かって、前ベーベー、真ん中ベーベー、後ろベーベー、2階ベーベー、3階ベーベー、などと頻繁に呼びかける。 及川のコンセプトに感化されたファンがおのおの工夫を凝らしたコスプレ衣装を身にまとい踊るのが恒例となっている。楽曲に合わせポンポンを持参するファンも多い。毎年大晦日に行われるカウントダウンライブゆくみっちーくるみっちーのオープニングでもコスプレで登場している。披露しているのはシャアを限りなく真似た赤い水星のニャーを恥としサイボーグ009 宇宙戦艦ヤマト、ルパン三世、緑のジャケットバージョン、ガッチャマン、ベルサイユのバラなど、及川がファンである胸を公言している1970から1980年代に一世風靡したアニメ作品のものが多い。しかし、2007年のカウントダウンライブでは、ネタが尽きたとのことで、特定のモデルのない中国王朝時代の皇帝を彷彿させる服装で現れ、2008年は、 銀河英雄伝説のラインハルトでバンドメンバーは帝国軍、女性はコードギアスの制服。2009年はマイケル・ジャクソンの衣装で登場。ドラムの阿部カオルはバブルス君のかぶり物付け。マイケル調のアレンジを施した曲が数曲演奏された。相棒シリーズの水谷豊演じる杉下右京の二代目、相棒、神戸村役に抜擢され、シーズン7の 最終話から登場。シーズン8からは主役格のメインキャストとなった。出演のオファーをマネージャーから聞いたときは、自ら面白いキャスティングだなと思ったという。また、ちょうど40歳を迎える年だったこともあり、これは自分の人生のターニングポイントになるのではないかと思ったとも語っている。共演する水谷は幼少時に見た熱中時代の小学校教諭。 北野広大役のイメージが強いため、現場では思わず、先生と呼んでしまうという。ちなみに、水谷は、他の人と同じではつまらないという理由で、及川を、ミッチーではなく、ミッちゃんと呼んでいる。ザテレビジョン主催の、第64回ザテレビジョンドラマアカデミー賞では、助演団優勝を受賞。シーズン10の、最終話をもって卒業したものの、シーズン15の、 第13.14話や2013年公開のスピンオ作品相棒シリーズ X で、ー2014年公開の相棒劇場版 EE 巨大密室特命係絶海のことへ2017年公開の相棒劇場版4首都クライシス人質は50万人特命係最後の決断において同でゲスト出演している今はの清郎に 楽曲提供を依願したことがきっかけで交友が始まった。この時、清志郎が、どうせならユニット組んでやろうよと持ちかけ、音楽、ユニット、三月代が生まれた。お互い、ミッチー、清丹と呼び合う仲だった。また、清志郎が趣味の自転車でよく及川の仕事についてきては、及川の仕事に飛び入りで参加していたという。映画、1980の亀尾出演は、 前のスケジュールで一緒だった清志郎が、俺も出ようかなの一言で、ロケに同行。通行人でいいと言い張る清志郎に対し監督は、それでは、観客が気になって不安にいるとその場で、小さな役を設定して実現した。彼としては、異例の役柄、及川もそうだがと、衣装となっている。唐沢俊明とは、NHK 大河ドラマ、都市家と松、富士テレビドラマ。 白い巨頭、映画、キャシャーン、二十世紀少年第一章、イン・ザ・ヒーロー、連続テレビ小説、トト姉ちゃん等で、幾度も共演をしている。仕事に対する姿勢やこだわりの感性に、意気投合、講師にわたって、親しくしている。及川は、唐沢のことを、兄貴と呼んで慕っており、唐沢もまた及川のことを、ミッチーと弟を可愛がるように、親愛の情を込めて、呼んでいる。 ある日に一緒に飲もうと及川を呼び出したら、ひどく、香水臭かったため、ミッチー、香水臭いぞ、と苦言を呈したことがある。講師ともに、仲が良いことが見受けられる、エピソードの数々を、唐沢や及川自身が語っている。月刊ハイビジョン2009年11月号において、人気ドラマ、相棒の水谷豊のパートナーとして出演する。 ことへのプレッシャーや不安なども含めて相談した際、唐沢から出ろよと即答され、背中を押してもらったというエピソードを披露。地に知った激励してくれる頼もしい存在として、自分にとっての相棒は唐沢さんと述べている。共通の趣味も多い。特に宝塚観劇には揃って東京宝塚劇場に足を運ぶこともある。及川は、 自分のライブのセットや衣装にはこだわっており、独特の美意識を駆使して、ツアーコンセプトに合わせた芸術的なものであると自負している。しかし、ライブに飛び入り参加した唐沢に、ロココ調を意識した衣装をカーテンみたいな柄だと一言で評され、少なからずショックを受けていた。ある年のカウントダウンライブでは、オイカーと共にコスプレをして、ステージに上がったこともある。 有名人の中で、好みのタイプの女性は、知的さと安尿意な雰囲気を合わせ持っている滝川クリステル、ニコール・キッドマン。最近は、刑事ドラマに出てくる小料理屋の女将のような人が良い、と語っている。また、足フェチ、メガネフェチでもある。メガネをかけた女性を好む理由は、知的に見えるし、メガネの奥を覗いてみたいから。 特にキャシャなメガネチェーンをつけたメガネの女性が好みとのこと。プリンスの大ファンである。CD やレコードはほとんど所有している。特に好きな曲はセクシーダンサー。コンサート会場でもプリンスの曲を流すことがある。また、プリンスが発音不可能なシンボルマークに改名し、元プリンスと呼ばれていた頃、王子やめます。元王子と呼んでなどと言っていたことがある。 幼少の頃から母の影響で宝塚歌劇団に親しみ大ファンである。特にアラン・ケイのファンで彼女が若手の頃から応援していた。雑誌やインタビューなどでは男役は影がないとね、ミステリアスなところが魅力だよね、などと語っている。また2009年から2010年にかけて宝塚歌劇花組公演で相棒が演じられることとなり、 本人は宝塚ファンなので2倍楽しみ。しかも主演は友人の新秘性。絶対観に行きますとコメントしている。元妻のダ霊は元宝塚歌劇団だが、彼女の現役当時すでに宝塚ファンであったにもかかわらず、出演舞台を見たことはなかった。幼少時からアニメが好きで、現在もよく見ているという。特にガンダム好きの芸能人の一人であり、 メテレからメテレガンダムザファースト親善大使に任命された。2010年に発売された PSP 用ゲームガンダムアサルトサバイブでは主題歌 I need you を歌いカスタムパイロットの声を担当している。幼い頃から歌うことが好きでファンクラブイベントの温泉ツアーで自ら語ったところによると町内会の喉自慢コンテストに出場してはいつも優勝していた。 音楽はジャンルを問わず、感性や心の金線を震わせるものを良いものとしている。特に思春期を過ごした80年代のものからは多くの刺激を受けたと語っている。小学校ではいじめられていた時期もあるが、高学年になってから一年発起し、児童会長を務めていた。父は PTA 会長だった。なお、全国模試で1位を取ったこともある。中学時代は、 バスケ部に所属。この頃から、自他共に認める非常に目立つ存在で、特に女子からの人気が高かった。バレンタインデーに、廊下の端から、端まで歩くと両手に持ちきれないほど、数多くのチョコレートを贈られ、翌日からしばらくクラスの男子全員から無視されたという。高校時代は、グラウンドホッケー部のキャプテンを務めると同時に、女子ダンス部のコーチも務めていた。大学時代は、 さらに様々なサークルに所属し、マルチな才能を磨き、開花させていった。学業では、法学部であったが、授業とはあまり関係のないはずのフランス革命についての論文を自主的に書いて提出し、教授を困惑させたというエピソードもある。仮面ライダー v さん、風見四郎を演じた、苦内洋を俳優としてのルーツと公言している。そのため、映画、 スーパーヒーロー対戦 GP 仮面ライダー3号で、仮面ライダーの生死には存在しない仮面ライダー3号、黒井京一郎役と決まった際には、プレッシャーを感じたという。黒井の演じ方についても、区内、風見へのリスペクトから、ニヒルなキャラクターを想定していたが、監督の柴崎貴之との打ち合わせを経て孤独で、哀愁漂うダークヒーローとなったという。オリジナルアルバム、理想論から、 欲望図鑑まででは、花椿乱丸というキャラクターとして曲を歌うときがある。すべて東芝 EMI よりリリース。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。